親愛なる皆さん、こんにちは。今日は私たちが皆さんとお話しできて、とても嬉しく思います。そして、私が私たちと言ったのは、地球上と同様に、高次元の領域においても、分離がなくワンネスだけが存在するからです。そして今、私と共にいるのは、集合体全員、そして皆さんの魂とハイヤーセルフの全員であり、工事の視点を共有しています。あなた方が今この地球で起きていることは、怒りに満ちた分離の進学の最後の爆発です。つまり、特定の方法でしか、なだめることができない、怒れる神が存在し、人類から永遠に切り離され、見るものすべてを裁き、その条件を満たす、特定のグループや個人に対してのみ、時折うなずくように受け入れるという、私たちと、彼らのスタンスです。これはもちろん、あらゆる種類の闇の行動の完璧なレシピです。なぜなら、その需要は恐怖、つまり、教神の期待に応えても、次の日にはそうしないかもしれないという恐怖に基づいているからです。そしてやがて、魂の成長のレベルや、魂の旅の意味や意図に関係なく、すべての人に適用される、完璧主義的な基準があるかのように、それぞれが自分の外側で作られ、自分に対して課される、これらのテストに失敗することになります。これは非常に波動の低い思考形態であり、霊である実際のプレゼンス、存在の外側での過程と長年の訓練に基づく信念体系を必要とします。そして私たちは霊とは絶えず動き、前へと流れ、進化しているものであると話します。例えば、あなたの太陽が変容と再生の道を歩みながら明らかに進化しているように、すべての人が特定の信念を持っていなければならないわけでも、特定の民族や宗教グループに生まれなければならない、またはそのようなグループに取り入れなければならないわけでも、地球上の特定の場所から来なければ正しい、つまり、いかなる行動においても、その行動がいかに破壊的であろうと、正当化されないということはありません。中東の紛争で起こっていることは、平和瞑想のビデオで、あなたが言っているように、戦争経済の例です。そして、覇権主義、思い込みの優位性、さらにその先にある、旧来の一般的な政府構造の、悲しいほど狭い視野の例でもあります。これらの者たちは今、地球に流れ込んでいる、再生の強力なエネルギーの真っただ中、そして目覚めつつある集団意識の真っただ中で、あたかも自分たちが王座から転落していないかのように、地球の出来事をコントロールし続けようと努力しています。文字通り、ここには彼らの居場所は残されていません。だから彼らは可能な限りあらゆる場所でトラウマや絶望感を作り出し、人間の波動や人間のゲノムにさえ全てが失われ、絶望が唯一の論理的な反応であると信じ込ませようとします。しかし、もしあなた方が私たちの視点から見ることができれば、あなた方のハイヤーセルフがそうであるように、この特別な行動がどんなに暗く考えられないように見えても、実際には個人的にも集団的にも人間の意識の中にある癒しを望む多くのものを表面に浮かび上がらせていることがわかるでしょう。つまり、自暴自棄や低い波動に拍車をかけるのではなく、それが人の最初の反応かもしれませんが、何百万人もの人々が過去や現在の人生のトラウマを再体験するのをうっかり助け、
最終的に向き合って解放できる場所にそれを表面化させているのです。これが彼らがこのような暗躍を許されている理由の一つです。奇妙なことに、二元性の問題は、もはや地球上では生きることができないということを提示しています。確かに素晴らしい瞬間ですが、私たちはこれらの認識が、そのような悲惨な形で起こることを望んでいません。暴力の裁定者たちは、これらの行為が、この国やあの国の、右翼軍部や左翼過激派グループから発せられたものであるかのように見せかけ続けていますが、実際にはこれらの行為はそのように見えるように覆い隠されているだけです。これらの行動はすべて権力の座を失ったことへの否定と怒りを表現するためなら、どんな姑息な手段を使っても構わない。という闇の権力基盤から発生しているのです。そしてもう一度言いますが、光の皆さんは、当然のことながら、今が地球の闇の瞬間だと感じているかもしれませんが、私たちは違う見方をしています。銀河人からの援助に対するあなた方の呼びかけと要求は、聞き入れられ、答えられています。何百隻もの宇宙船がこの地球の問題を抱えた地域の上空に位置し、多くの人々に医療支援、食料、安全な避難所を提供するなど、多くの方法で援助しています。同様に、天使の介入も絶え間なく起こっています。繰り返しますが、あなた方が工事の領域に呼びかけ、紛争や異常気象、あるいは自分自身の内面の葛藤など、今苦しんでいるすべての人への援助を要請していることに応えているのです。それは私たちが手をこまねいて何もしない間、あなた方はあなた自身や誰かの思惑に放っておかれているということではありません。そんなことは決してありえません。皆さんは転生する前に道を選んでおり、激しい争いの場面に巻き込まれている人々もまた自分の道を選んでいることを思い出してください。たとえ不必要な争いの衝撃に耐えることになったとしても、人類の意識の上昇を助けるために志願してこの時期に特定の国に生まれることを選んだ特別な魂のグループの強力な存在があります。皆さんもまたこの中で自分の役割を選んだのです。あなた方が今感じている悲しみやショックにもかかわらず、あなた方は地上にいる私たちの代表です。そしてあなた方のスターシードファミリー、多次元のハイヤーセルフ、そして神聖なる愛そのものの地球代表として、あなた方は慰めの思い、癒しの光の波動、そして船に乗っている人々への援助を求める叫びで、エネルギー的に援助するよう求められています。あなた方のほとんどもエーテル的にそれらを訪問するので、これに参加しています。あなた方の多くは変容バイオレットフレームを頻繁に使用しており、これは現在地球の振動とイベントを変えるための強力なツールです。しかし、あなたは一般的に自分が誰であるかをより完全に知るために愛の力を使って変容し、私たちと彼らのパラダイムを解放し、二元性の必要性とそのトラウマを解放するためにここにいることに気づいていません。そしてさばいたり排除したり抽象する必要性を手放します。あなたがそう考えると、これは確かに奇跡です。なぜならあなたは長い間善と悪の二元性だけを知っていたからです。地球と人類の
進化におけるこの重要な瞬間に、あなた方全員は今、変容の代理人として立ち、あなた方自身のエネルギー資源を使って、地球の生命の闇と影を、すべての形態が戻る光へと引き上げます。あなた方の多くは、眠っている間に、エーテル的な方法で、世界の問題を抱えた場所に移動しているため、朝目覚めた時に休んだと感じなかったり、8から9時間経過したことを2から3時間しか経過していないかのように感じたりすることがほとんどないのも不思議ではありません。これは部分的には地球時間の性質がはるかに速いペースに移行しているためです。しかし、それはまたあなた方の霊のマインドと心が今、援助を求める多くの人々を援助することに集中しているためでもあります。皆さんは今、地球のイベントに大きく関わっています。武力紛争によって行方不明になっているように見える多くの人たちは、彼らがより高次の道がそこにあると感じるのであれば、地球に戻るという選択が与えられることを知っていてください。地球はそれが可能な新しいタイムラインに移行しました。そのため人類が現在直面しているこの明らかに非常に物理的な闘争の中で、物理的なものさえも完全に失われることはないのです。あなたが工事の領域から携えてきた光と、あなた自身の魂の力を地球の生命に伝え、深く植え付けるにつれて、あなたは照らされた真実と人類が長い間受け入れるように訓練されてきた古い嘘との間のベールが溶けたことに気づく瞬間をますます経験するようになります。その瞬間、あなたは嘘に気づく必要も、耳を傾ける必要も、真実として受け入れる必要もないことに気づきます。あなたがここに来たすべてのことが今まさに展開されていることを知り、強く立ち向かってください。そして神聖なる愛を唯一の真実の現実として言い抱くとき、あなた方は長い間望んできたこと、すなわち工事の領域に関する人間の概念をはるかに超える地上の天国の確立へと自分自身の中へ帰ってくるのです。この新しい地球が完全に確立されるのをあなた方はここで見ることができるでしょうか。あなた方はその美しい新しい現実の構成要素そのものなのです。そう、あなたはまだ自分の地球上で起こっているのに、起こる必要のない出来事を目の当たりにして涙する日もあるでしょう。しかし、より高次の形の地球生活に移行する選択はあなた方の手の中にあるのです。そこで私たちはこう言うでしょう。あなたの心の中には傷ついた人々に対する愛と思いやりと同様に、道に迷って他人を傷つけた人々に対する愛と思いやりがありますか？もしそうなら、平和の戦士たちよ、新しい地球はもうここにあるのです。あなた方がそれを実現させました。私たちはあなたをその光の中に永遠に抱きます。その光は色褪せることがなく、あなた自身の心の空間である宇宙の中でより明るく成長するだけです。そして、親愛なる皆さん、ナマステ。私たちはあなたと共に、そしてすべての人たちと共に、どんな時も共にいます。